ライブ終わったばっかりの映像をすぐ流す。なかなかない。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ついさっき相川七瀬ロックキングダムツアー、これをね、これ終わったばかりでございます。ゼップから、今日ねゼップに来ててくれた、来てくださった皆さん、そしてワウワウでもね、今日生で放送された生、もう本当恐ろしい、直したいとこいっぱいあるけど生じゃ直せないっていうね、そんな生でも今日見てくださった方はもう本当にありがとうございました。もう自分としてはですね、やっぱり相川の曲っていうのはこう弾いててもとても感慨深いっていうかね、その90年代自分がすごくこう力入れて作ってた、苦しみながら作ってた感じとかいろいろ思い出しながらもね、とても感慨深いものがあって、そして相川25周年かっていうのもね、もうびっくりでございますけどね。まあ、とりあえずなんか11月多分7日に、またこれの続きを一発やるみたいなんでね、そちらの方もぜひ皆さん、サンプラザ中野サンプラザということなんで、それもぜひ来てもらえるといいなと思います。そっちの方、相川がずっと使ってるマイクスタンドは俺が特注で自分用に作ったやつだったらしいですな。全然俺それ覚えてないんだけど、ああいうほら、ああいうふうにこう持ってこう使えるようにするスタンドっていうのは、足が長すぎたりすると嫌だし、重すぎたりしたら嫌だしみたいなの、結構だから特注であれ作ったんだよな俺自分のために。気前いいな、相川にあげちゃってたんだなっていうのは今回のツアーで言われて、あれそうだったっけって、思い出したっていうびっくりした、そうね、ステージ上の動きっていうのが、大きく見せるっていうことの何たるかを勉強させるために、確かにだからそのディズニーのアニメを見て、ああいう風にこういうディズニーのアニメって大体さ、こういう準備があってこういくっていうものなんだけど、だからそのディズニーのアニメを見ろって確かに言ったね。でもそんなことって相川に言われるまで全然覚えてなかったいろんなこと言ったんだな、いまいち何喋ってんだかよく分かりません。もうさすがにこういう、ライブ終わったばっかりの映像をすぐ流す、なかなかない貴重な映像ではないかと思います。ヘロヘロな私という感じでございます。とりあえず本当に今日来てくださった皆さん、見てくださった皆さん、ありがとうございました。